仕留め損なった。でもな、空中ではこの攻撃をかわせない。はじかれた。全集中、水の呼吸。大丈夫だ、俺の首は硬い。こいつは切れない。一の肩。最後に見るのが鬼狩りの顔だなんて。悲しい匂い。神様、どうかこの人が今度生まれてくるときは鬼になんてなりませんように。その面に刀開けてやるわ。ねじれ渦。妹に触るな。鬼舞辻無惨について知っていることを話してもらう。言えない。喋ってはいけない。私のことを誰にも喋ってはいけない。喋ったらすぐにわかる。私はいつも君を見ている。言えないんだよ。何も聞き出せなかった。そろそろ薄汚い鬼狩りには消えてもらおうか。それはもう残酷に。焦るな。焦っていたら状況が見えなくなる。少しずつでいい。見極めて距離を詰めろ。俺ならやれる。そろそろ死ぬ。ねじれ、巻き取れ。ねじれ渦、竜竜させぬわ。刀が重い。だけど二の肩、はい。血を取る。必ず取ってみせる。少しでも早く薬を完成させるために。どんな鬼とも戦う。戦って勝つ。横水グルマ。やった。おのれ、お前の首さえ持ち帰ればあのお方に認めていただけたのに。許さぬ。汚い土にわしの顔をつけおって。お前も道連れじゃ。
しまった、相打ちだ。技を放って受け身を取らないと。体がぐちゃぐちゃだ。地の方、打ちよ。出せ、技を出せ。こんなところでやられるな。水車、滝つぼ、水面切れ、しずく波紋突き、ねじれうぜ。あばらと足が折れた。ダメだ、疲労で刀を握れない。早く行かなければ。鬼はまだいる。すぐ行く、すぐ行くから無事でいてくれ。どうか無事で。善逸さん、雷の呼吸、一の方、霹靂一閃。これは生きのいい人間が来たものだ。屍を晒して俺の踏み台となる。正面から向かってくるとはいい度胸だ。獣の呼吸、三の牙、食い裂け。衝突脳死、衝突脳死。あの鬼の爪のような跡がつく攻撃、あれが怖くて向こうに近づけない。しぶとい虫が逃げ回りおって。くそ、今いましい。早くマレチを食わねばならんというのに。焦るな、まっすぐに前を向け、己を鼓舞しろ。頑張れ炭治郎、頑張れ。俺は今までよくやってきた。俺はできるやつだ。そして今日も、これからも、折れていても、俺がくじけることは絶対にない。小生はマレチを得て十二気づきに戻るのだ。消えろ、虫けら。水の呼吸、苦の型、水流しぶき、ラン。水はどんな形にもなれる。見えた、月の糸。君の血気術はすごかった。小僧、答えろ。小生の血気術はすごいか。すごかった。でも人を殺したことは許さない。そうか。やられた、やられた。あの人形が一番速くて強いのに。やった、倒せたぞ、伊之助。
の匂い。そういうことか。そもそもルイが脅しに来たのが悪いのよ。それで焦って。水の呼吸。殺される。首を切られる。考えるのよ。一の肩。でも死ねば解放される。あ、水の呼吸、五の型、寒天の自由。優しい雨に打たれているような感覚。少しも痛くない、苦しくもない、ただ温かい。こんなにも穏やかな死が来るなんて。あの目、優しい目、透き通るような人間だった頃、誰かに優しい眼差しを向けられていたような気がする。十二気づきがいるわ、気をつけて。あ、十二気づき、この山には十二気づきがいるのか。十二気づきの血は鬼舞辻の血もかなり濃いはず。血を奪えれば根豆子が人間に戻る薬の完成に近づく。そうだ、伊之助。信じるんだ。地獄のような鍛錬に耐えた日々を、お前は必ず報われる。なんだ、先ほどまでと雰囲気が変わった。極限まで叩き上げ、誰よりも強靭な刃になれ。こいつ、行け。ちしつこいやつめ、お前たち飛びかかれ。雷の呼吸、一の方。なんだ、空気が揺れる。人間不正が。霹靂一閃。一つのことを極めろ。極炎。でかくなりすぎだろ。やべえぞ、これは。敵からこれほどの圧を今まで感じたことがない。ダメだ、食ってねえ。俺は死ぬ、殺される。死ぬな、俺が戻るまで死ぬな。どのような時でも誇り高く生きてくださいませ。負けねえ、絶対負けねえ。俺は鬼殺隊の走りら伊之助だ。かかってきやがれ、ゴミクソが。その首もらった。そこに近づくな。しかしよ、死ぬ
水の呼吸、死の型。どうしよう。人たちの威力が違う。天地ほど差がある。すげえ、すげえ、すげえ。なんだこいつ。ワクワクが止まらねえぞ。おい、俺と戦え、ハンハンバオリ。あの銃に気づきにお前は勝った。その前に俺が勝つ。そういう計算だ。そうすれば、一番強いのは俺って寸法だ。修行し直せ、たわけ者。なに？今のは十二気づきでも何でもない。そんなこともわからないのか。わかってるわ。十二気づきとか言ってたのは炭治郎だからな。俺はそれをそのまま言っただけだからな。おい、なんだこれ、縛られてる。己の怪我の程度もわからない奴は戦いに関わるな。聞こえねえよ、はえんだよ、歩くの。待てこら。今全集中。水の呼吸、竜の型。無駄だよ。このまま距離を詰めていけば。ねえ、糸の強度はこれが限界だと思ってるの？血気術酷使よ。もういいよ、お前は。さよなら。この糸は切れない。まだ回転が足りない。さっきの糸とはまるで違う匂いだ。絶対負けるわけにはいかないのに。死ぬ、負ける、死ぬ。炭治郎、呼吸だ。息を整えて火の神様になりきるんだ。炭治郎、ほら、お父さんの神楽よ。うちは火の仕事をするから、怪我や災いが起きないよう、年の初めは火の神様に舞を捧げてお祈りするのよ。父さんは体が弱いのに、どうしてあんな雪の中で長い間舞を舞えるの？あれは肺が凍りそうだよ。息の仕方があるんだよ。どれだけ動いても疲れない。息の仕方、正しい呼吸ができるようになれば、炭治郎もずっと舞えるよ。寒さなんて平気になる。火の神神楽。全部こいつ。走れ炭治郎、走れ。見えた、月の糸。ネスコ、起きて。
禰豆子。今の禰豆子ならできる。頑張って。お兄ちゃんまで死んでしまうわよ。技術バケツ。バカな、だが僕の首は糸より硬い。切ることはできない。俺と禰豆子の絆は誰にも。父さんが助けてくれた。家に代々伝わる神楽で、なぜ技を出せたのかわからない。でもそれで助かった。勝てた、勝てたよ禰豆子。目が見えづらい。体中に激痛が走ってる。呼吸を乱発しすぎたせいか、早く回復しなければ。俺はまだ戦わなければならない。伊之助を助けに行くんだ。早く。あ、血の匂いが濃くなった。死んでないのか。首を切ったのに。僕に勝ったと思ったの？かわいそうに。哀れな妄想して幸せだった。僕は自分の意図で首を切ったんだよ。お前に首を切られるより先に。もういい。お前も妹も殺してやる。こんなに腹が立ったのは久しぶりだよ。立て、早く立て。呼吸を整えろ。急げ、早く。何の未練もなくお前たちを刻めるよ。血鬼術あやめかご。焦るな、息を乱すな。落ち着け、落ち着けば。腕が上がらない。そうだ、俺は毎日毎日父と母が恋しくてたまらなかった。偽りの家族を作っても虚しさが止まらない。結局俺が一番強いから、誰も俺を守れない、かばえない。強くなればなるほど人間の頃の記憶も消えていく。自分が何をしたいのかわからなくなっていく。どうやってももう手に入らない絆を求めて、必死で手を伸ばしてみようが届きもしないのに。小さな体から抱えきれないほど大きな悲しみの匂いがする。温かい日の光のような。